私が休日に何をしているか気になるの？そうね。休日くらいゆっくり起きて、何もせずにぼーっと過ごしたい。なんて、そういうことも考えたりするんだけどね。いつも自然と早起きしてしまうの。忙しくしている方が性に合うのかしら。それでも、いつもより時間をかけて食事を作ったり、部屋の片付けをすることでリフレッシュするようにしているの。土日に丁寧な時間を過ごすことで、また月曜から頑張ろうっていう気持ちになれるのよ。家のことを済ませた後は、買い物に行ったり、みんなとレッスンしたり、アリサと一緒に出かけることも多いかな。アリサの話はしたことなかったかしら。私の可愛い自慢の妹なの。今度君にも紹介するわね。でも、こうやって休日の話をするよりも、君と一緒の休日を過ごしてみたいかな。私ばっかり話してるもの。君の話ももっと聞かせてほしいな。今度、二人で一緒に休日を過ごしましょう。きっとお互いのことをもっとよく理解できると思うわ。